新井監督がこんなに有能だと気づいてたやついる。中日の次期監督候補広島新井貴浩が、ここまでやれる監督だと予想できたやつおるんか。絶対無能だと思ってたわ。毎年最下位予想されるくらいの戦力なのに謎に勝つ。ちょっと前まで左腕不足とか、言ってたが、リリーバー左腕だらけ。投手が A は。年俸総額12球団最下位。阪神時代散々ネタにされていたのに。なんかすごい箱いいよな、めっちゃ投打が噛み合ってる。選手が新井に勝たせてやりたいという熱意がひしひしと感じる。一郎も新井の人間性の良さは特に際立ってた言うてたし、それもまた才能やな。ガッフェとか真ん中もそんな感じやったな。選手に、この監督を胴上げしたいと思われるような監督のチームは強い。まともにホームラン打てる人誰もいないってのがすごい。新井に限らずよく監督の能力を認めずにコーチが有能みたいなことを言うやつおるけど、コーチは監督についてくるんやし、コーチにどこまで任せるかも監督の器量やし、